いや、お疲れ様でございます。お疲れでございます。お疲れでございます。あ、そう、飲めないよ。大丈夫だよ、すぐ飲める。氷がここまで入ってるさ、見たことないよね。そうだよ、氷なんかもう、じゃあ、週末に乾杯。週末に乾杯。週末に乾杯。イエーイ。飲めない、飲めない、うん、氷を押す。今日ね、今日古賀様が、マスター、古賀様が、古賀政権ドローン、いや、ドローンの古賀様が、あ、あの旗ですか、古賀のお兄さんがですね、アマゾンでポチっていただいて、うん、なぜか何の根拠があってなのか分かんないんですけど、お助け治癒研究キットをですね、送ってきたんです。うん、これでも、まあ、子供たちが夏の宿題で自由研究をする。それのお助けキットの、まあ、子供の頃はさ、夏休みの宿題って言ったらさ、昆虫採集したりとかいろいろやったじゃないですか。そういうのの、まあ、こういうのが売ってるわけですよ、もうすでに、ね、それをなぜか送ってきたんで、まあ、これ夏も、まあ、今半分ぐらいですか、8月になったんで、そうですね、ね、ここで困ってるご家庭があったらこういうのを Amazon で売ってますよっていうレビューを僕はちょっとさせていただきたいんですけども、ちょっとそんな取り方ないよね。学研だね、うん、指紋を調べよう。はい、指紋調べよう。はい、指紋調べる？そうだから今日ね、その指紋の話とは関係ないんですけれども、うん、ちょっとね、すごいことがあったんです。どうしました？ちょっとこの自由研究の前にちょっとそのすごい話をさせていただきたいんですが。いい話？はい。ちょっと駅のホームに降りる用事があって、うん、お迎えに行くのにちょっと、うん、で、まあ降りて登ってくるときに、うん、すんごいさ、駅からさ、こう、まあ、ちょっと変なエッチな話なんですけども、お尻がキュッとなってる、すっごいもう可愛いさ、どんな洋服なんですか。だからこうシャツがね、シャツが着てて、こうピッチピチのシャツですから、でワイシャツみたいな感じです、うん、でパンツスーツで、パンツ、まあ、でもパンツスーツがこうぴったりめのパンツスーツで、こうキュッとなってて、でこうね、ショルダーバッグをこうかけながら、笑顔が素敵にこうニコニコしながら、ちょ、危ない人じゃないですか。いや、まあ、ニコニコなんじゃない、顔ニコニコ顔なんじゃない。その人が歩いててエスカレーターに乗ったんですよ。たぶんたまたま僕も後ろを歩いてて、こうキュッ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 と前、やっぱさ、うん、男なんでこれ視観じゃないですよ、視観ではない、ね、もう見てしまうじゃない、目が行っちゃっただけね、目が行っちゃうじゃない、そのお尻に向かって目が行っちゃうじゃない、うん、でエスカレーターこう乗ってて、お尻がこう行くわけですよ、うん、で僕もこうエスカレーターに乗っていくわけですよ。ね、まあ、しょうがないじゃないですか、それはしょうがないですよ、うん、そういうことですよ、見てしまうんだから男っていうのは、目がついてるから、うん、ね、そしたらエスカレーターってさ、こう結構混んでるとキツキツに並ぶじゃない、うん、ね、キツキツに並ぶでしょ、近い距離、ね、近い距離、ね、でも1個開けるからちょうどいいところにね、そうでもキツキツだったんですよ、うん、そしたらその前のおっさんがなんか踏み外したかなんかで、こうキュッてこうなっちゃって、キャキャキャってこうキャッてなっちゃう、キャッ、キャッてなった時に俺は後ろにも一人キャッて来たら、キャッキャッてなっちゃうじゃないですか、うん、ガッってやったらお尻をですね、思いっきりこの両手で押さえてしまったんです、うんうん、もうキュッって感じだね。そうすると僕はもう親指が位置まずいんじゃないですか。まずいです、かなりまずい、お尻、まあもう本当こんな感じ、キュッキュですよ、キュキュってなって、俺もハートがキュキュってなりました、うん、でそのキュキュと同時に、やべえ、これ怒られんなと思って、うん、そしたら、そのお姉さん後ろ向いてはにかみながら、ありがとうございます、そのありがとうございます、俺もお尻を触ってるから、まあ、ありがとうございます言われる筋合いないんだけど、ありがとう、俺言いたい、まあ止めたからね、こちらこそ、4人ぐらいの倒れてきてるのを俺は止めたから、ね、このお尻で、そういうことがありまして、そのお姉さんのお尻にははっきりと今日指紋が残ってるわけですよ。この指紋繋がったか、指紋です、はい。だ本来はそのお姉さんのお尻でこの実験をしたかったから、したいですよね、こう指紋がついてるか、指紋ついてる、だけどまあここにはいらっしゃらないんで、それを想像しながら、はい、今日はそのお尻を想像しながらこの自由研究をですねやらさせていただこうと思う。だここに実際のお尻がないんだけど、お尻があるような感じに、俺触ってねえから全然浮かばねえや。でも俺意思疎通でお尻を伝えますよ。いきますよ、この自由研究お助けキット、はい、これは
指紋が、まあ、あのよく刑事とかさ、ポンポンポンと、そうね、そんな感じの指紋がパパッと取れるわけですよ、ね、ですので、これ刑事が使うのって本当のものなのかな、同じなのかな、あ、同じです、金の粉なんです、あ、そうなの、ね、実際にこれをちょっとやっていきたいと思うんですけれども、はい、どれでやろうかな、ねえ、うん、どうすればいいのか、ね、これちょっとアップにしながらですね、こうですね、指紋を取るために、拭いた指紋ですね、拭いた指紋で拭いたグラスです、こう拭いたグラス、今日は明るくそうですね、あ、そうですね、このくらいがいいですね、うん、よし、これでいいかな、まず、これをですね、こう僕が指紋をこうつけた、はい、これでもう、はい、犯人だ、犯人、ここはお姉さんのお尻です、はい、この指紋のついてるところにですね、こう今指紋をつけたところにですね、この銀の粉っていうものがありまして、この粉を灰皿とかを用意して、ここに銀の粉を少量出すんだって、銀の粉だ、銀粉ですよ、これ銀粉、この銀粉をですね、このポンポン、ポンポンがついてるわけですよね、このポンポンにそーっとつけて、今僕が指紋を触ったところ、まあ、この辺りですよね、あ、おまわりみたいだ、はい、こうポンポンと、粉をつけたらそっと、同じやつで一つ、はい、そっと払おうとしたところにですね、このシールがあるんですよ、シールが、マスター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 、マイケル・ジャクソン中なんで、このシールをですね、何ですか、今どこ、ここ、ここでしょ、うん、ここにこうシールを貼るわけですよ、うん、こうこうするわけです、貼るわけです、うん、剥がす、剥がす、剥がす、おお、来た来た来た、これを、このシールをですね、この黒紙に、親指の指紋、終わり、はい、終わり、はい、自由研究お助けキット、指紋採集、これはお子様買わない方がいいです学研この野郎学研この野郎、違う、やり方間違えたら指紋なってないもん、いや、これはの指紋です、指紋なの、丸いの、あなたの指紋は線ないの、だってさ、線ないの、 だって俺しても指紋が焼けちゃってんだ、俺してほら、うん、俺指紋ないんですよ、そういえば、すいません、そういうことだよね、だからまあこの銀粉とこれは残ったんで、帰り際にその辺のあれで小学生にはちょっと渡そうかと思うんですけどね、そうね、楽しむ、食べる、夏の研究してくださいということで、ただこれもこれをつけてあげないとね、そうね、自由系、自由研究キットです、これやるのが楽しいんだよ、きっと、ポンポンね、あれはちょっとやりたいと思ったら、これさ、本来だからそのお尻でもできるわけでしょ、お尻ダメなんじゃない、ダメなのかな、ダメなものじゃない、こういう、ただこういう一言言えるのか、人って親、兄弟、子供、家族、顔は似てるじゃないですか、指紋も家族で似てるんですって、だからもし世界が崩壊してはぐれた時、このキットさえ持ってれば指紋を通じて探すことができるんです、全員さ、このこういう感じになっちゃってさ全員なんだろう、爪見てえな、爪、爪じゃねえかよこれ死ねえじゃあ、そういうことで、お姉さん、ありがとうございました、そうさ、小賀さん、小賀さん、一生懸命やったんですけれども、はい、この自由研究お助けキットをですね、盛り上げてレビューすることは僕にはできないとても難しいです、この自由研究お助けキットを盛り上げてレビューすることは難しかったです、でも、ありがとうございました、箱が可愛い、箱可愛いね、なんか
できれば天下とかさ、ね、天下とかデビューします。そうこれ。すっとぼかしだね。いや使わないですよ。使わない。いかにそれが世の中を救うものなのかっていうのも、あの心の中からですね。天下っていっぱい種類あるんでしょ。いろんな並べてね。素敵だと思いますよ。じゃ あの本日の吉尾ブログはですね、夏休みも仲間になりましたので、はい、お子様と一緒に学研から出てる自由研究、これいろんな種類があるんですね。これは、1日でできるもの、うん、1週間分とかいろいろあるんだって。へえ。いろんな種類があるんで、うん、あこれ1日って書いてあるわ、うん、まあ欲しい人は、子供がいる方はお父さん息子との楽しい時間ひとときを、普段仕事が忙しくてですね、あの相手できないお父さんいましたら、できたら購入していただいてですね、はい、楽しんでみたらいいんじゃないでしょうか。じゃあお疲れ様でした。です。この後もう一本。つまんねえやつだな。お疲れ様でした。お疲れ様です。